今回はですね、トロンボーンじゃなくて、尺八をやってみたいと思います。これはですね、実は僕のおとんの知人からもらいまして、お前これいるかって言われたんで、じゃあもらうわということでもらってきた尺八でございます。で、ものすごいこう年季が入ってまして、もう見てくださいよ、この革のケースなんてもうボロボロじゃないですか。そんでしかも、ここ側面は割れてますね、ここね。で、その防止のためのテープも貼ってますけども、これも随分ともうエイジングが進んでる感じですね。ここにちょっと名前らしきもんも、作った人の名前なんですかね、この尺八を。読めないです。全然読めないんですけど、なんか入ってますね、ここにね。こうも、このね、つなぎ目ももう、ぐっすぐっすで、ここだけね、持ってると、スコーンと落ちちゃうんでね、両方持ってないといけない状態です。でですね、僕、吹き方も何にも知らないんですよ。だから、とりあえずちょっとカバーを外してみて、こんな風になってるんですね、尺八って。こう？こうやるの？ん？こうやるの？ん？合ってます？これ。こうやって吹くのかな？いや、ちょっと怪しいんでね、ちょっと僕お得意の、ちょっと YouTube で調べてみます。尺八吹き方で、ちょっとね、見てみましょうか。尺八の場合は左右の手がどちら上になっても構わない楽器なんですけれども、大概の人が左手が上の人が多いので、その方法で進めていきます。わかりました。大体わかりました。まずね、持ち方は、右が下、左が上が多いらしいです。これ左右どっちでもいいらしいです。とりあえず皆さんがやってるようにやってみましょうか。互いの中指で、尺八を支えて、穴は人差し指、薬指、人差し指、薬指と。で、後ろは親指で押さえるということですね、持ち方は。で、ここの部分ですね。この部分が歌口と言います。はい、さっき YouTube で調べました。で、この部分が外側。で、この丸い方。この丸い部分が、ちょっとね、おっさんの口元でごめんなさいね。この顎のへっこんでる部分。ここにこうくっつけるでしょ？で、この歌口を、このね、下唇にくっつける。こうか。しっかりこの穴を、だからこの部分で、塞がないと音が出ないらしいですね。で、それで息は、ろうそくの火を消すような感じ。だから、ふーってやってもダメだし、ヘロヘロな空気でもダメということで。それと、さらにもう一つ。この筒の中に入れるんじゃなくて、外に出すように吐かないといけないらしいです、息を。便利やね、YouTube ってほんまに。じゃあね、やってみましょうか。
出た今。出えへん。うん、息は外に出してるんですけどね。ちょっと気を入れ直して。出えへんわこれ。出たんちゃう今。ほんま出えへんわこれ。何これ。無理、もう今日はもう出ない。ちょっと毎日頑張ってみたいと思います。何としてでも音出したいんで、音が出るまでちょっと頑張ってみたいと思います。また尺八動画ね、これニーズあるんかちょっと分かんないけど、ちょっとやってみたいと思います。あーもう出へん、もう全然出へん、もう、はあ。